はい、皆さん今日のおはくらはいかがだったでしょうか。今日はですね、リクエストとですね、教えてマーシー教授をね、お届けしたんですけども、一番最初はですね、2歳のお子さんがですね、グリーグのピアノ協奏曲を聴くとですね、すごく反応するというね、ところでですね、ピアノ売ってちょうだいの竹本ピアノとですね、クリーグのピアノ協奏曲の関連をちょっとお話ししましたけども、でも実際ですね、どうも小さい子にはですね、反応する音楽っていうのがどうもあるようです。他にもですね、いろんな曲があるようなのでね、これから私も探していきたいと思います。さあ、今日はですね、ガロのですね、学生街の喫茶店のですね、間奏で使われた時のですね、イングリッシュホルンの、秘話をですね、お話ししたいと思います。はい、ではですね、学生街の喫茶店、コールアングレがね、使われています。その時のですね、お話をしたいと思います。はい、では学生街の喫茶店です。このですね、曲を歌っていたのはですね、ガロというグループです。ガロはですね、1970年から1976年に活躍した日本のフォークグループですね。その3枚目のシングルの、もともと B 面でですね、行こうと思ってたんですけども、ちょっと人気が出てきまして、 A 面になっていった曲なんですけども、日本コロンビアのですね、マッシュルームレーベルから発売されました。そしてですね、翌年1973年 NHK の「紅白歌合戦」で歌われて、また人気が出ます。この時のですね、指揮をしていたのはね、作曲家のですね、杉山浩二さん、この学生街の喫茶店をね、作曲した人ですけども、そして間奏でですね、演奏された、今回、おはくらのクイズにもなりました「コールアングレ」という楽器についてもね、解説が入りました。やっぱりですね、この頃にですね、オーケストラで使用される楽器が、使われるということでですね、珍しかったということですよね。で、この曲をですね、レコーディングの時に編曲したのがですね、大野勝雄さんという方です。この方はですね、作曲者でもあるんですけども、代表曲はですね、「太陽にほえろ」、そして沢田研二さんの「勝手に仕上がれ」、あと現在ではですね、名探偵コナンの楽曲を手掛けた方が編曲と。そしてこの曲を作曲したのは、先ほど紹介しましたけども、杉山浩二さんということでですね、一番有名なのはですね、この間、東京オリンピックでも使われましたよね、ドラゴンクエスト。あとですね、グループサウンドの時にタイガースの楽曲を手掛けました。で、亜麻色の髪の乙女というのも杉山さんの作曲です。そして、ピーナッツの恋のフーガ、ね、モナリザの微笑みなんというね、代表曲があります。ですね、このガロのですね、学生街の喫茶店が流行っていた時、確か私はですね、中学1年生か2年生の頃だと思うんですけども、当時ですね、クラシックの私はオタクということだったんですけども、やっぱりこの曲はね、頻繁にラジオから流れていきましたのでね、中華部の感想についてですね、ちょっとかすかな記憶がありました。歌謡曲にですね、オーケストラでもそんなに頻繁にしない、使用しないコールアングレ、イングリッシュホルンとも呼ばれていますけども、という楽器を使用したということでですね、ちょっと気になっていたということです。それからですね、忘れていて40年以上経ってですね、おはくらのリスナーの方からですね、この間奏で使われた楽器は何ですかという質問を見ましてですね、はと思い出しました。それでですね、いろいろ調べてみましたらですね、その時のですね、この間奏の部分のですね、演奏したこのコールアングレという楽器を演奏した方のですね、ブログを発見します。ちょっとですね、下のですね、URL を言っていただくとですね、このですね、学生街の喫茶店の時の録音秘話が載ってますので、ぜひ興味ある方は見てください。そしてですね、あと私の、これは個人的な話ですけども、ドラゴンクエストというね、ゲーム音楽があります。あれをですね、セントラル愛知交響楽団というね、オーケストラ、私のやってるオーケストラで、演奏したことがあります。その時の指揮をしていただいたのが杉山浩二さんということでですね、そしてですね、練習の後だと思うんですけども、
まあ、宿泊されている、伏見のヒルトンホテルの近くのですね、中華料理屋さんでですね、ちょっと一緒に食事した時にですね、いろんな話を聞かせてもらいました。本当にですね、あの当時、ザ・ピーナッツの時の話もありますし、グループさんの時の話もね、聞かせてもらったんですけど、その時に確かね、非常にその当時珍しいコールアングレというね、楽器を使った曲をね、レコーディングした時の話をね、そのですね、食事しながらね、ちょっと聞いたということがですね、今回このですね、ブログを作りながらですね、思い出してきました。まだですね、杉山さんお元気ということでですね、新しい曲生まれていくと思います。ぜひですね、この、ガロのですね、学生街の喫茶店のですね、この中間部の、感想の部分の秘話はですね、面白いので、ぜひ、ブログを見てですね、おーと思っていただければなと思います。はい、いかがだったですかね。ですね、ブログを見に行っていただけるとですね、意外に面白い話が出てます。で、これ聞いた時にですね、感想の部分のですね、コールアングレ、意外にですね、演奏の途中でですね、ちょっとなんかミストーンがあったりとかですね、ちょっと首かしげるところがあったんですけども、この楽器はその当時難しかったのかなと思ってましたけども、実はですね、ね、1回で撮った、テイク1で撮ったということがね、分かったということで、非常にね、面白かったです。ぜひ時間のある方ですね、ブログを訪ねていってください。